コロナでいろいろ大変だった時期もあったんですけど、こうやって成人を迎えれて本当に良かったと思います。二十歳の決意教えてください。今大学生なんで、とりあえずその学業と、他にそのこれから就活とかも始まってくるので、しっかり自分の将来を見つめて、これから、勉強と就活を一緒に両立して頑張っていきたいと思います。将来の夢とかありますか？いや、まだ決まってはないんですけど、これからじっくり考えていきたいと思います。私も二十歳にやっと慣れて成人できてとても嬉しくて、なんか大人 の仲間入りみたいな感じでとても嬉しいです。なんか感謝したい人とかいますか？そうですね、やっぱ両親に、ね、20年間育ててくれたのでとても感謝はしています。はい。将来の目標とか二十歳の決意とかありますか？はい、今社会人なので、これからもっとこうスキルアップしていって、こうもっと大人っぽくなれるように頑張りたいと思います。はい。じゃあ二十歳の決意教えてください。はい、社会人として、これからも地域に貢献できるように、はい、頑張っていきたいと思います。もうすでに社会人？あ、そうですね、はい、高校卒業して働いてるので、これからもさらに頑張りたいと思います。今日どんな思いですか？今日はやっぱりこうやって友達と久々に会うことができて、みんな綺麗な姿ですごい嬉しいのと、両親にやっぱり20年間育ててもらって感謝の気持ちを伝えたいと思います。一言カメラ目線で感謝の気持ちをどうぞ。20年間ここまで育ててくれて本当にありがとうございました。これからも頑張ります。今どんなお気持ちですか？卒業以来会えてなかった友達と久しぶりに会うことができて嬉しいです。今日成人式無事に迎えられてどうですか？コロナが増えてきて不安もあったんですけど、今日無事に迎えられて本当に良かったなって思います。今二十歳ということですけども、なんか目標や決意ありますか？健康に過ごすことです。ここまで育ててくれた一番感謝したい人とかいますか？やっぱり両親に感謝したいです。せっかくなんでカメラに向かって両親にメッセージを言いましょうか。20年間育ててきてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まずは成人式を開いていただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。久しぶりのお友達に会ったりとかしたんじゃないですか？そうですね、久しぶりに連絡を取り合ったりすることができたのも良かったなって思います。20歳の決意、目標とかありますか？そうですね、なんか少しずつでも成長していけたらいいなって思ってます。将来の夢とかも決まったんですか？まだしっかりという目標は決まってないんですけど、まあ、決めれるように毎日頑張っていきたいと思います。感じる部分、思う部分ってありますか？なんか実感はあまりないんですけど、なんかちょっと大人になったっていう気持ちはあります。若干緊張してます。なんか20歳になったんだなっていう実感が湧いてるところです。この雰囲気はどうですか？そうですね、いっぱいみんな振袖着てて、あ、この中の仲間入りができてるんだって思ってとても嬉しく思います。二十歳の決意とか目標とかありますか？そうですね、二十歳になってやっとお酒が飲めたりだとか、こう自分がいろんなことを決めれるようなこう精神的面も持てるようになったので、こう親孝行だったりとか兄弟のことを考えたりとか将来のことを考えたりとか、たくさんいろいろ決めていけるように頑張りたいと思います。将来の夢はありますか？将来の夢はちょっと今のところ決まってないんですけど、こう福利厚生の目を考えて頑張って探しているところです。無事に二十歳になることができて嬉しいです。この雰囲気はどうですか？そうですね、久しぶりに会う人も何人かいて、久しぶりに弾ませてよかったです。今日無事に開催されたことについてはどうですかね？そうですね、このような状況で開催されるかどうか不安なところもあったんですけど、無事にこうやって距離を取りながら人と話すことができて嬉しいです。二十歳ということですが、これまで育ててきてくれた誰に一番感謝したいなとかありますか？そうですね、両親に感謝したいと思ってます。どんなことを？そうです。
ですね、ここまで育ててきてくれてありがとうと言いたいですね。二十歳の目標や決意ありますか？成人という自覚を持って、いい大人になれるように頑張りたいと思います。将来の夢とか決まってますか？そうですね、まだ決まってないんですけど、これから決めていきたいと思ってます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。二十歳になって新しい人たちと出会ったりとかすると思うんで、まあ、気を引き締めていきたいと思います。機械の技術者になりたいです。頑張ってください、はい、一番感謝したい人はいますか？は両親です。じゃあ両親に向けてメッセージをカメラに向かって。20年間育ってくれてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。あ、そうですね、やっぱまあ、中学高校と一緒に共にしてきた仲間たちと、まあ、会えて嬉しいという気持ちもありますし、まあ、やっぱみんな変わってないなという安心感もあります。無事に開催されてよかったですね。いや本当ですね、やっぱちょっとコロナのせいで、まあ、ちょっと開催が危ぶまれてたけど、こういう感じでもうみんなで集まることができたということで、すごく嬉しい気持ちです。二十歳になったなって実感ありますか？そうですね、まあ、やっぱり、まあ、大人になったっていう実感はあるんですけど、まだちょっと、まあ、まあ、行動に追いついてない感じとかもあって、なかなかまあ複雑な感情です。二十歳の目標はありますか？決意。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、下の年代の人たちとかにも、まあ、お手本になれるような、そんな、まあ、ちゃんとした政治になれるように頑張っていきたいと思ってます。将来の夢決まってますか？はい、まあ、医学部に進んでいるので、将来はお医者さんに、みんなから慕われるお医者さんになれればいいなと思っています。今この雰囲気どうですか？いや、まあ、思ったより結構人がいてちょっと圧倒されてる部分もあるかなっていう感じです。はい、なんか二十歳になったのは成人式だなっていう気持ちはありますか？あります。なんかまだ緊張してドキドキしてる感じです。はい、今日はどんな思いですか？そうですね、僕は、今普段は大分にいないんですけど、ちょっと前に帰ってきて、普段は広島にいるんですけど、やっぱり普段会えない友達とかにやっぱ会ってると声かけられたりするんで、それはやっぱり嬉しいなというか、まあ、楽しくてドキドキしてる感じです。はい、二十歳になるんで、まあ、とりあえず、まあ、まだ親に頼ってばっかりなんですけど、少しは自立していい姿見せられるように頑張っていきたいなって思います。はい、嬉しいです。今日は久しぶりにみんなと会えたんですかね？はい、はい、そうですね、なんかみんな綺麗で可愛いです。二十歳の決意、目標ありますか？彼氏を作ります。頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいです。なんかその無事に開催できたことについてはどうですか？久しぶりにみんなと会えてよかったです。二十歳の決意とか目標、また将来の夢はありますか？今探し途中です。どんな大人になりたいですか？立派な大人になりたいです。頑張ってください。ありがとうございます。みんなに久しぶりに会えて嬉しいです。ここまで育ててきてくれて誰に一番感謝したいですか？両親に感謝したいなと思います。どんな思いを伝えたいですか？こんなに大きくなれたよという、すくすく育てましたという感じです。二十歳の目標とか将来の夢とかはありますか？周りに感謝できる人間になりたいです。すごい幸せな雰囲気だなと思います。コロナとかがちょっと増えてて、ね、開催も危ぶまれてたかなと思うんですけど、そんな中でも開催になったのはどうですかね？すごいなんか良かったなと思います。二十歳の目標とか将来の夢とかありますか？周りの人に優しくできる大人になりたいです。いや、成人式を迎えられたことを親に感謝して、感謝の気持ちでいっぱいです。今この雰囲気っていうのはどうですか？やっぱりコロナがあってから会えなくなってたので、みんなに会えてよかったなと思います。しっかり勉強して、大学生なので勉強頑張りたいと思います。特に決まってないので、はい、明確な目標を作ることも目標です。どんな大人になりたいですか？周りに感謝を忘れない大人になりたいと思います。お父さんお母さんありがとう。新成人ということですね。やっぱ親に感謝と友達、大分で出会った友達に感謝、そうですね、感無量です。
事に開催されたことについてはどうですか？そうですね、最初コロナで去年もなかったみたいなことを話も聞いたんで、ちょっと今年も心配だったんですけど、無事開催してくれて、もう本当大分市長、大分県庁にありがとうございますの一言につきます。将来の夢とか子たちの目標とかありますか？はい、将来の夢はですね、私20歳になりまして、一つ挑戦を始めたんですけど、新しい挑戦を YouTuber を始めまして、フーリッシュっていう名前で YouTube やらせてもらってるんですけど、まあそこでやっぱ有名になって、みんなのやっぱ大分の地元の子に自分ヒロムって言うんですけど、ヒロムが大きい舞台で活躍してるなっていうのをみんなに届けれたら、それが一番いいなと思います、ね、どんな YouTuber なんですか？ YouTuber、 そうですね、もうやっぱり見てもらえば分かるんですけど、まず顔がかっこいい YouTuber、 顔イケメン YouTuber としてね、今売りでやってます。はい、それです、ね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今理学療法士の勉強してるので、そのまま資格が取れるように頑張りたいです。どんな学生大人になりたいですか？笑顔がたくさん、笑顔をいっぱいの人になりたいです。楽しいです。将来の夢とか思ってますか？将来の夢、誰にも言ってないんですけど、介護の施設を建てることです。を建てる、建てたい。その施設に通う利用者さんっていやいや来る人もいると思うんで、みんなが笑顔になれるように。ここ数日ちょっと感染者数が増えてたんで、ちょっとこう嫌だなって思いながら、まあ今日こんだけ集まったんでいいかなとは、一生に一回なんで、まあ、ご時世もあるので、まあ、しっかりコロナ対策した上でみんなで楽しんでいけたらなと思います。久しぶりです。同窓会が、はい、なくなってしまいました。本当は予定してたんですか？そうですね、予定してたんですけど、もうお正月あたりから増えちゃったのでなくなりました。ちょっとどんな思いですか？もう会えると思ってたのでやっぱ寂しかったんですけど、さっきの式典でみんなに会えたので、まあ、よかったかなと思います。コロナ禍で式典もどうかな、開催されるかどうかなという不安もありましたか？そうですね、やっぱこうふりさてとかも予約してみんなに会えるの楽しみにしてたので、でもこうやって開かれたのでとっても嬉しいです。また実感はないんですけど、なんか素敵な着物が着れて嬉しいなっていう気持ちです。どうでしょう、あたちゃん。全然大人 の仲間入りになった感じがしないですけど、今日は晴れて着物も着れてよかったです。分かりました。じゃあ頑張りたいことも聞いていいですか？何頑張りたいですか？これを経験する社会人になる年なので、まず就職して、なんか就職して仕事を頑張りたいなって思います。分かりました。何頑張りたいでしょうか？国試を控えてるので勉強を頑張って就職活動に生かせたらいいなと思ってます。そんなにそのコロナが少し落ち着いて、今もちょっと増えてる状態なんですけど、こうやって開催してくれたまず方に感謝して、自分は本当に20歳迎えれてよかったなって思います。わかりました。じゃあこれから頑張りたいことってのを教えてください。頑張りたいこと、自分今大学生なんですけど、これから3年生になるので、就職やったりこれからの夢をちょっと定めれるように考えていきたいなって思ってます。そうですね、やっぱり健康にですね、成人式迎えられたので、まあいろんなことあったんですけど、なんとなく乗り越えることができたのでですね、これからまあ20代節目ということで、まあ日々精進できるようにですね、まあ、家族にも言いたいですし、そうですね、頑張っていこうと思ってます。わかりました。同じところなんですが、どうでしょう、まず今日の日を迎えられてるのか。なんか20歳になったなって感じですね。なんか単純にもう20歳になったなって感じで、まあ嬉しいです。わかりました。ちょっと頑張りたいことも聞いていいですか？そうですね、これから頑張っていきたい、具体的にどんなことやっていきたいですか？まあちょっといろいろあっちゃってて、まあ当たり前のことが当たり前にできるというのがやっぱ一番幸せだと思うので、人間的にも、まあ、そういった意味で、あと今大学生なので勉強ももちろんしたいですし、そういった意味でですね、地方に貢献できるような人材になれるようにですね、日々精進していこうかなと思っております。素晴らしい。ありがとうございます。
どうでしょう、頑張りたいこと。美容学校行っててちょっと国家試験近いので、まあ頑張っていきたいなと思います。ありました。看護師国家試験全員合格、頑張るぞ。あー、国家試験に合格することを頑張りたいです。わかりました。何頑張りたいですか。私も合格できるように頑張りたいと思います。たくさんの患者様の役に立てるような看護師になりたいです。人の役に立つ人間になりたいです。わかりました。ちょっと頑張りたいこと、頑張りたいことは仕事と遊びですね。まあ遊びを本格的に力入れていきたいですね。はい。どうでしょう、あの頑張りたいこと、これは仕事と遊びですね、僕も。あ、仕事も遊びも本気ですから、僕はいつでも。晴れの日の気持ちどうでしょう。最高です。いかがでしょう。最高です。いかがでしょう。気持ちいいです。最高です。では頑張りたいこと、これを契機に何か一言ずつお願いします。仕事です。仕事一生懸命頑張ります。どうでしょう。お金持ちになりたいです。どうでしょう。仕事をしてお金を持って彼女を作って生活します。あっという間だったなっていうか、なんか時間が湧かない、なんか早く感じました。はい。じゃあちょっと節目のタイミングなんで、これから頑張っていきたい目標とか、どういう人になりたいかっていうことを教えてください。大人の仲間入りするので、責任感を持って取り組める人になりたいです。これからも頑張りたいこと。ちょっと親に恩返しできるように頑張っていきたいと思っています。はい、まあ、もう少しこう自立した人間になれたらいいなと思います。わかりました。どうですか、今日という日を迎えての感想は。なんかやっぱり日頃親に頼ってた分があったんで、ちょっとこれからは自分一人で生活できるように大学生で準備していきたいなとちょっと思い、改めてなんか実感させられました。わかりました。ちょっとこれからの目標、どんなところ頑張っていきたいですか。目標、そうですね。なんかまあまだ親に頼っている部分が大きいので、まあ自立、経済的に自立した人間になっていきたいなと思います。やっぱりちょっと勉学に励んで、なんか高校までは、なんか将来の役に立ってよりも大学受験っていうためだったんですけど、やっぱ大学生になったらちょっと将来に向けての勉強をしていきたいなって思っています。わかりました。20歳頑張ります。以上です。はい、どうですか、あの率直に。早かったですか。早いですね。子供2人いるんですけど、子育てを頑張ります。おいくつの子供さんが。2歳と生後5ヶ月です。あのどんな風に子育てやっていきたいかっていうのは。もう元気にパワフルに生きます。まあ社会人としての一員の、まあ、意識というのを再認識しました。わかりました。この節目を元にというかですね、はい、きっかけにこれからの目標とか頑張りたいこと、抱負とか何かあったら教えてください。そうですね、まあ結構そんな具体的なことは決まってないですけど、まあ日々成長していければなと思います。